こんにちは。音を頼りに音だよりの吉田茂子です。もう今年の冬はもう誰もがこの雪のことをね、話題にするでしょうから、あまり言いたくないんですけど、やっぱり言ってしまったりして、JR とかバスの運休、これはもう皆さんの知るところですけど、私なんかはもう我が家の玄関からわずか50メートル離れているかどうかという範囲の、いわゆるゴミ置き場に朝ゴミを持っていくだけでもなんか迷ってしまいそうな雰囲気になってきていて、本当にあんまり笑ってはいられないんですけど、そんな感じになっております。まあ、2月も10日過ぎて、2月は短いってみんなが言いますから、はい、確かに短いんですけど、まああと1ヶ月、なんとか頑張っていかなければなと思っております。今日も1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。この番組ではファックス、E メールをお待ちしています。ファックス番号は 011-640-3331、E メールは request@sankakuyama.co.jp、 request@sankakuyama.co.jp。 そしてまたこの番組は今から9時間後の深夜12時からの再放送もございます。よろしかったら、お聞きいただいたり紹介していただいたりして、よろしくお願いします。それでは今日の1曲目いきましょう。アドで心という名の不可解。はい、アドで心という名の不可解お送りしました。この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここで番組にご協力いただいております東方交通をご紹介します。東方交通はお客様に最高のタクシーサービスを提供しています。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーの東方ケアサービスも合わせてご利用ください。タクシーのご用名は東方交通。電話番号は 662-1040、 662-1040 です。今日も東方交通車に乗って、ここまでやってまいりました。この雪ですからね、結構時間がかかるんじゃないかなと警戒したんですけど、今日は比較的空いておりまして、ね、お客さん運がいいですねとかって言われたりなんかしながら、来た東方交通のご紹介でした。それでは今日の水に流さず右往左往のコーナーですけど、水に流せないこと今月はいっぱいありましたけど、今日はやはりこの、コーナーのネーミングにふさわしい話題というか、本当にやっぱり水に流せない私ということで、先日石原慎太郎という人の訃報が入ってまいりました。でこれに関して感じたことで、本当にこれは水に流してはいけないなという私の中ではね、そういうお話です。石原慎太郎氏といえばですね、まあまずそうですね、一人の方の命が尽きたという意味では、まず石原さんのご冥福をお祈りしたいと思います。でそれで、その上でですね、石原慎太郎といえば芥川賞作家であり、政治家であり、そしてこの方のですね、功罪は非常に大きいなと思います。特に私はその罪の部分を強く感じていますけど、まあヘイトスピーチの先駆けとか、彼一人にとどまらず、その以後ですね、政治家の言いたい放題の言動を国民に認めさせて許させてしまった人、これはまあこの石原氏の石原氏に対する私の受け止め方ですね、彼の罪というかね。で私が具体的にそういうことを感じるようになったのには、一つその思い出すことがあって、
石原氏が都知事だった頃にね、あの重度障害者の施設を訪れた時に、あの入所してる方に接して、ああいう人たちっていうのは人格あるのかねというような発言をして、であのそれがまあ文字になって新聞とかに載って世間を騒がせたことがありました。まあ、だいぶ前、もう20年ぐらい前ですけどね。で当時その人格あるのかね発言ということで、まあ、私その頃あの社会福祉概論っていう、まあ、一般教養の科目を担当していたので、この言動について学生たちに意見を求めてみました。でそうするとその時に、先生、石原さんは今までもいろんな発言をしてきているんだから、今更そんなに驚いたり無気になって意見を求めたって仕方ないと思いますっていう、そういうあの、まあ、社会人経験者の学生の、まあ、意見が出てきたんですね。で、ああそれを聞いて、これですよ、実にこれだよっていうふうに私はあの思いました。私自身はね、決してあの無気になっていたわけでもないんですけど、まあ、その石原発言っていうものをやっぱり看過できない発言だっていうふうに感じたので、生徒たちの意見を聞いて、まあ、意見交換をしてみようっていうふうに思ったんですけど、まさにそのね、社会を知っている大人、まあ、いわゆる賢明な大人は今更このような発言に驚いたり反応したりはしないんですよ、それが大人というものですよみたいなね、あのそう言わんばかりのこの発言、そういうものこそが実はそのじわじわとこの国をなんか蝕んでいくんじゃないのかなっていうふうに思いまして、ずっとまあ印象に残っています。あのまあ確かにね、その人格あるのかねみたいな石原発言をあの疑問視してる人たちっていうのは結構 いるんですけど、でもやはり、まあ、あの石原さんだからね、しょうがないねっていうふうに言う人も結構私の周りではあのおりました。でそういうところからなんかね、さっき言ったようなその重大な発言が始まるなと。で結局その石原さんならしょうがないっていうんだったら、じゃあ誰だったらもんね、あの問題だってっていうんでしょう、そういう疑問に思ってたけど、まあ、石原さんの仕方ないなとかって言ってる人たちは、じゃあ誰だったらこういう発言が問題で、石原さんならまあ仕方ないなっていうふうに言えるのかなっていうことで、まあ、私たちの周りにはかなりね、その、まあ、口の悪いというかズバズバ発言しても許される人とですね、許されない人が、まあ、いますよね、一般的にどんなあの集団でも。でまたそのこういうこともありますよね。〇〇さんってね、あんなこと言ってても、あんなにズバズバ言いたいこと言ってても、なんだかんだ言っても憎めないよね、あの人が言うと、とかっていうこともまああります。そういう人もいます。でも、そういうのっていうのは、すべてその、なんていうかな、私ってか、私的な、私的なね、発言の世界の話なんですよ。誰々がね、言っても憎めないとか、案外、口は悪いけど優しいよねとか、いろんなこと言ったとしても、でそれはみんな私の世界なんです。だけど先ほどの石原発言っていうのはどうかと考えると、これはね本当に仲間内でね、人格どのとかって言ってるというレベルじゃなくて、あのそういう私的な私発言じゃなくってね、あのそうじゃないっていうところに問題がありますね。あの私発言でなんか飲んでる席だったら私もね、そんなそれこそ向きになったりはしないんですけど、政治家でありその東京都知事石原慎太郎の発言としてまあ報道されていたのですから、これはもう完全に公的なね、公の発言ですからね。ということでその公と私っていうことで、やっぱりあの公と私、公的な発言と私的な発言っていうのは、このやっぱりあの最近まあその石原さん以後いろんな、まあ、発言暴言や失言というかね、問題になってきた時に、みんなこのまず公と私っていう視点
が基本的に本当は基準になるはずなんだけど、その辺をどう考えてるのかなっていうふうにいつも思ってて、なんかそういう基準がね、ちゃんとまず置かれた上での話になってない、そんなことに向きになってもみたいな話にすぐなっちゃって、で例えばオリンピック委員会での、まあ、森喜朗氏の、ね、女は話が何でしたっけ、終わらないからとか長いとかっていうような発言、ちょうどあれは今から1年ぐらい前でしたかね、去年の今頃だったと思いますけど、でいう発言なんかも、まあ、これは本当にまあ大きく話題になりましたけどね、時が時でもあったので、であるいはまあ麻生さんがそのだいぶ前にナチスの手口に習ってとかなんとかいろんな話がありましたけど、まあ、こういう話っていうのはね、まあ森さんじゃしょうがないとか麻生さんじゃしょうがないとかっていう話じゃなくて、これは本当にね、居酒屋の隣のテーブルから聞こえてくるようなことだったら、いやいや、どうしようもない親父だなとか思ってればいいだけなんですよね聞こえてもなんだかひどい話してるなぐらいでいいんですけど、なんたってね、元総理、たまたま今名前を出した二人は元総理大臣ですけど、まあとにかくどちらにしても、なんだかんだ、れっきとしたその公の場の、ね、公人としての発言だっていうことを、まず、国民は意識しないといけないんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、その意味で、まあ、石原さんの、まあ、1990年代、2000年代の初めぐらいの発言、もっと前からいろいろあるのかもしれないけど、ね、そのあたりから、まあ、いろいろ言って、言いたいほど言ってること、その後いろんな人が続いていくことが許されてるなっていうふうに、思っております。それではここで今日の2曲目ですけども、ちょうど没後40年ということで、話題になっております、セルニアス・モンクのラウンド・ミッドナイト。放送局、この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。今日の水に流さず右往左往のコーナー、今前半では、亡くなられた石原慎太郎氏の、ね、話で、まあ、なかなかその政治家が言いたい放題に言っていくってことはどうなのかということで、公と私という話をしたんですけど、なんかこの話でずっと続けてると、硬いというよりね、なんかちょっと、あれなんですけど、なんか、そこからいろいろ発生して思ったことがあります。ね、公的発言なのか私的発言なのかっていうところがやっぱり基準になって、みんな、一つは、国民の怒りどころというか、許しちゃならないことっていうのをもっと考えたいっていうことがあるんですけど、もう一つこの1ヶ月ぐらいでいろいろ考えたニュースの中に、まあ、北京のオリンピックが始まって、まあオリンピックに毎日こう皆さんこう一喜一憂しながら応援したりして盛り上がっているんですけど、一方でなんかそうしながらもね、いろんなことが起きて、散々ニュースだけじゃない、こういうラジオでも話題になっていると思うんですけど、ジャンプのスーツの規定の問題とか、昨日も点数の付け方、まあ、結果的に、日本が、平野選手が金メダルを取りになったということですけど、とかっていうことで、私あえて私競技というもの全く、見えない、本当にニュースレベルで聞いているだけでの、思ったことをちょっとお話してみようかなという気になって、これもなんか水に流せない感化できない感じがしてきました。まあ、例のその高梨沙羅選手を含め、ね、あと、4×5名の女子選手のスーツ規定違反というのは、まあ、まだことが完全にこう明快に、ね、事実関係が明らかになっていないから、昨日も今日もなんか刻々とニュースが変わってるんで、また何か変わっていくのかもしれない、新たなこうはっきりしたことが出てくるのかもしれないですけど、なんか最初こういろいろ書いてあった中では、ね、他の国々がもう、コーチとかもクレイジーだと言って怒っている中で、まあ、サラ選手が
本当に涙を流して、あの私のせいだというようなことも言っていたということで、まあ、日本の反応っていうのは他の国と違うっていうようなことが出てきていましたし、まあそのスキーのいろんな上の方々のグループの中にも、あれは見たらこう防げたんじゃないかみたいなことを書いてる人もいるんだけど、なんか海外とはやはり違う反応だなというふうに思って、さっきも言いましたけど、全く見たことのない、見ていない私のあくまでも意見ですけど、やっぱりなんか怒るべきところはもっと怒っていいんじゃないの、まして彼女の責任ではないし、まあ、彼女一人が規定違反になったわけじゃないですけどね、高梨選手一人 の違反になったわけじゃないけど、自分のせいでメダルが取れなかったとかっていう、そういう全く問題ではないようですよね、ああいうニュースを読んでいるとね。で、全くの本当に素人が考えたのは、なんていうんですかね、公平性をその担保するためにああいう検査ってあるんでしょ、そのスーツのね、2センチとか3センチとかっていうその広がりの、そうした時に公平性をと言ってるのに、なんでその抜き打ちなんですかね。みんながやっぱりちゃんとしてるかどうかっていうのを見るんだったら、まあ学校でいろいろそのね、持ち物検査とかって抜き打ちにやったりすることっていうのは、まあ高速道路でありますけど、なんだか変ですよね。じゃあ抜き打ちをで通らないでうまくいっちゃった人がいるかもしれないっていうことも含めてね。しかも、飛んだ、要するに試合の終わった後で、はい、ダメですみたいなこと、まあそれはかなりいろんな人がね、どうして前に、飛ぶ前にそういうことが出てこないのかってことを言ってる人多いですけど、なんか私はその辺も不思議でしょうがないですし、ね、あれだけ海外の選手たちもいつもと測り方が違ったとか言ってるんで、まあ、すごく後味の悪い、競技になってるんだろうなっていうふうに思って、まあ、日本もね、一緒になってやっぱり、こう、怒って、今後どうしていくのかという、その、ちゃんと始末をつけていただきたいなと思います。それとそのなんだっけ、もう一つ、ジャンプじゃなくてスノーボードのですね、昨日の、ハーフパイプっていうのかな、なんかそれもそれに至っては本当にどういう状態かっていうのは私は、あまり説明を受けたことがないんですけど、やはりかなり、素晴らしいその 演技を競って審判が点数を出すというもののようで、3回やるうちの2回目の時にもかなり、素晴らしい滑りだったにもかかわらず、点数が低かったということを後で非常に本人も含めて不満であるということを言っていたと。でも3回目はさらにまあその演技を、その不満でありながらもね、そういう気持ちを抑えて、さらに完璧にその行ったことによって、まあ、金メダルを手にしたということで、素晴らしいことなんだと思うんですけど、そうですよね、素晴らしいことなんですよ。だけど、やっぱりその、そういう、なぜそういう低い点数が出たかということに対しては、やはり、きちっと、周りが、いや、そういうのはやっぱ本人がというかね、周りが、そういう本人は、その中でもやはりさらにそれを克服して、さらに素晴らしい演技をしたってことはもちろん評価するんだけど、なんかその部分だけが日本ではすごく、それでも頑張った人は偉い人みたいなところがどうしても日本はあるので、やっぱり、それはもちろんそれでその方をリスペクトするんですけど、一方ではやっぱり言うべきことを言っていくというか、おかしかったことはおかしいって言っていかないと、特にそういうコーチ陣とかね、上の方々っていうのは、そういう形でやっぱり選手を守っていかないとダメなのではないかなと、思って、まあ先ほどのコート氏というのはちょっと違うのかもしれないけど、やっぱり言うべきことはちゃんと言う形で守るべきものを守ってくださいよというふうに思ってこだわりました。はい、それではここで一旦コマーシャルです。三角山放送局。
この時間は吉田茂子の担当で、音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここでこの後の番組のご紹介です。4時からは丸山哲宗先生の先生陣をお送りします。続けてお聞きください。では次のコーナー行きましょう。本の紹介です。で今日は、川内義彦著、尊厳なきバリアフリー、心優しさ思いやりに意義ありという、現代書簡で昨年2月に発行されております。著者の川内さんは19歳から、車椅子ユーザーです。で一方、一級建築士、元法政大学の、教授をしていた方です。でアメリカで自立生活運動に、出会った、1990年代の自立生活運動に出会った方ですね。でその障害者の問題をその日本では、とかくその心優しさ思いやりとして捉えますが、本来はその人権の問題なんだという、そういうあの主張です。でその障害者権利条約の視点からも、このやはり権利とか尊厳という形で見ていくべきだということですね。でその障害者権利条約とかを並べながらこう理論的に問い直していく。で車椅子で街を歩いていてのいろいろ感じたことなんかも、書かれて、著者の経験書かれてます。私がやっぱりその車椅子という障害の立場で、私の本当に知らなかったこともたくさんその経験談書かれていたし、なるほどなというところもたくさんありました。でただ著者はあの決してこの副題での優しさとか思いやりをその否定しているわけではありません、もちろんね。ただその障害者のこう問題の前提として、やはりまずはその障害者も一人の人間として、その人権がある人間の尊厳をまずあの大事にしなければいけないっていうところ、人間の尊厳っていうところが、そういう、視点がですね、やっぱ視点ですね、それがやはり日本では欠けていて、つい情緒的なその優しさというところに流れてしまうことに対して警鐘を鳴らしてるっていうことなんですよね。だから決してあのもうこの三角山放送局でも、ね、あの一緒にねっていうその形で あのイベントとか、常にそれを理念にしていらっしゃるんだけど、それはそれでもうあの全くすごく素晴らしいし、否定することではないんだけど、その前提のところをやはり改めて問い直しているっていう、ことだと思います。この辺に私は同感です。でやっぱりそのなぜその優しさ思いやりとかいうことがこの理念がなしになるとどうかっていうと、やっぱり例えば車椅子なんかの場合だと特に、あそうだなっていうふうに思うんですけど、なんかその危険な場面でも後ろの方がこう押してくださったりした時に、その車椅子に乗って乗ってらっしゃる人にとっては非常にその危険というか不安を感じるような形の押し方とかってあった時に、いやもっとこうしてほしいとかっていうふうに思っても、それはもうその人の親切なのに、今押さないでほしいっていう時に押されたりした時に、押さないでくださいって言ったらせっかく押してるのにみたいなことになったりしてね、それはなぜなのかっていうことでこうやっぱり突き詰めていかなきゃならないことになったりして、あのやっぱりその時にやっぱり前提としては、その人自身のその人権とか尊厳とかっていうのが抜け落ちて、やはりその、 あのケアしてくださる側のやっぱり優しさ思いやりっていうことが、あまりにも前面に出てしまうと、なんかやはり、本人自身を、障害者本人自身が望まなかった状態になってしまうっていう、私たちもよくあのすごく声をかけていただいていつもありがたいし、あの今はもっとこうなんです、今は、待ち合わせてるので、どっかに行くわけじゃないのでありがとうございますとかっていうふうに言う時がありますけど、
そうするとやっぱり声かけなのは良かったかななんて前言われたことがあるから、そんなことはありません、ただ今はそうなのでありがとうございますとかって言ってるんだけど、その辺のあたりもねやっぱりその、うん、皆さんの気持ちのな、なんていうかな、皆さんに伝えられていることとして、やはりその人のまず尊厳がまあ大前提であってっていうことが分かってればね、あのせっかくの皆さんのそういう思いやりやなんかも無駄なものではないっていう形で生かされるはずなんだけど、 そのことがすごく情緒的なことがあまりにも前面に出ると、ね、お互いに断ったっていうあたりだけで、ね、なんか失敗しちゃったかな、やっぱりそういうことしない方がいいのかなみたいなことになってしまうから、やっぱり 大前提が伝えられていないという、あ、この本の中にはもう一つだからアンケート調査をこの川内さんがなさって、福祉とか障害者とか、まあ、高齢者とか含めて、この言葉の持つイメージとかで、一般の方にアンケートを取ってるんですけど、やっぱり人権とか尊厳っていう言葉じゃなくて心とか優しさとか思いやりっていうのがやっぱりすごく前面に出てきて、やっぱその辺を今言ったような人権とかっていう形で知っていただかないと、ね、お互いにやっぱりせっかくのそういう心や思いやり含めてすれ違ってしまうのではないかというようなことを、まあ、言っていました。この本とっても熱いのでなかなか全部読むとなると大変なんですけど、でそれと、まあ、またいずれこう改めてお話もしたい気がしますけど、権利っていう言葉がねやっぱりね、人権の権利とかっていうのがなんかこうめんどくさいとか、またうるさいことを障害者が言い出したみたいな、ね、権利主張とかっていう風につながってっちゃうんですけど、決してそうじゃない、皆さんだってね、一人一人命を持った、ね、人権のある、一人一人であるってことには違いないという意味で、権利は全然本当はそういううるさいものではないんだけど、時々変な形で振り回すケースがあるものだからね、なんかそんな風に捉えられてしまうんで、まあこの本はちょっと分厚いですけど、 そのような、障害者の、ま、体験を含めた一方では非常に理論的なことも書かれた本です。今日は川内義彦著、尊厳なきバリアフリー、心優しさ思いやりに意義ありという本をご紹介いたしました。では今日の3曲目いきます。幽霊ズミアップ、ケルティックウーマンで。三角山放送局、この時間は音を頼りに音頼りをお送りしています。なんとなく今日はあの話の固い話題というか、少しこう私自身が怒りモードで走ってまいりましたので、最後の話題ですね、最後はですね、危険な食べ物の話、まあ、この1ヶ月の間に私の周りでどんなことがあったかということで、危険な食べ物の話をしたいと思いますが、危険な食べ物って何ですかね。今私がハマってしまっているものは何かというわけで、先日、買った、グリーンピースのスナック、ガーリック味というやつですね。で、いやこれはですね、ちょっとした好奇心にあがないずに買ってしまったんですけどね、あの案外味はあっさりしていて薄味なんですけど、薄味なんですけどって逆にあっさりしていて薄味だから私にとっては食べやすかったんですよね。でしかもあの一つの袋の中にまた10ぐらいの小さい袋に分かれているという個包装状態になっていて、これも個包装になってますよっていう説明を聞いて、そう最後迷って、いや、グリーンピースのスナック何っていうふうに思った時に、いや、でもそんな買ってまた途中でね、あの、ダメにしたりするということがあったりするから私はね、だから、ぐっと、こらえて通り過ぎようとしたんだけど、あの、小袋に分かれていますとかって、その、ちょうど、投稿してくださっていたヘルパーさんがですね、そういうなかなか素敵な情報を最後に一言加えてしまったものだから
私は、あ、そうですか、こうそうですか、いいですねと言ってやっぱり買いますとかっていう風になったんですけど、そしてやはりこう開けてみたら、非常に今お話したように薄味で、しかもなんて言うんでしょう、それでいてなかなか香ばしいというね、感じでした。まあおつまみによし、もしかしてこれご飯にかけてもう豆ご飯にしてもいいかなみたいな、そういう感じになっておりまして、なかなか危険です。まああのちょっとこういう時はあれですか、ちゃんと商品名を本当は紹介するべきなのでしょうか。買ってきた場所は、地下鉄丸山公園、丸山クラスの中のジュピターにございました。ジュピターあちこちありますから、そこでお探しいただければありますと思います。なのでこれはしばらく私の中では、大変なことになるだろうなというふうに、あのよくなんかいろんなものでやめられない止まらないっていうね、あのかっぱえびせんじゃないけどいろんなのありますけど、私あんまりねこうただいろんなことに非常に飽きっぽい人間で、だ食べ物に対してもそんなにその執着したり食べ続けたりしないんですけど、でもねこれはやっぱりあもうやめなきゃっていう感じになるような、私の中では相当その危険性のある、食べ物だなっていう、そんな、感じがしております。はい、なのでこれをこうつまみながらね、っていう感じになっています。はい、まあ、今年度になってか仕事退職してから、私そのガイドヘルパーさんと、買い物に行くという機会が実は増えたんですね。そうするとやはりあのお店で誰かそのお店の人に頼んでっていうよりも、ある意味で商品情報がいろいろ入ってきます。友達やあの家族っていうかね、身内のものと歩くとのこととはまた違った、情報の入り方がしましてね、逆に私のことはあまり知らないので、時によっては全く私のねあの興味のないっていう情報ももちろんあるんですけど、でも逆に、思いもよらなかったような情報を、まあある意味でこうさらな状態で伝えてくれるというところで、いろんな商品情報が入ってきて、ついつい今まで買ったことのないようなものを買ってしまったりするというね、こういうまあそれをまあ面白く楽しんだりしているという、そういう状態ですね。はい、それでは今日の最後の曲に行きたいと思います。アリスでチャンピオン。お送りしてまいりました音を頼りに音だより、いかがでしたか。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回は、3月12日、同じ12日ですね、3月、この時までに少し春らしくなってればいいなと思っております。それまでまた皆様どうぞあの元気でお過ごしいただきたいと思います。それではまた、来月お耳にかかりましょう。担当は吉田茂子